通信大手3社はこれまで70文字に制限されていた他社間のショートメッセージの文字数を2730文字に改善しチャット形式で長文が送れるようにしますまたこれまで送ることができなかった写真や動画に加えスタンプの送信も可能になりました5月9日からサービスを開始し将来的には国内だけでなく 海外のの通信会社との連携も目指しています3社は無料通信アプリ LINE に対抗するものではないとしていますが ID やパスワードなどの登録をしなくてもアプリを利用できる点が LINE との違いであると説明しました。